自己紹介お願いします。デブニン。じゃあプレゼントです。じゃあ今回は何すか。洗い方はい、今回はライガのね、友達も友情出演してくれるということで、じゃあ呼んでみましょう、早速。じゃあデブミン。デブミン、はい、万年三振野郎。はい、今回ね、友情出演ということで大丈夫ですか。はい。じゃあ早速ね、自己紹介お願いします。デブニン。何デブニン。超修理機。トーマスです。トーマス、はい、はい。じゃあね、あの怪獣チャンネル、あの恒例の挨拶があるんで。恒例。じゃあライカお手本見せてあげて。怪獣チャンネルゴー。さあ、もう今日で友達辞める。これ3人でやって、3人で。いや、怪獣チャンネル、あの下ネタばっかやめてくださいね。お前だと思って。お前ら LINE でチンポ出しちゃってくれ。お前のこと出しちゃって。結構お腹空いてる。え、昼飯、朝飯食べてません。食べてません。はい、昼飯もあんま食べてません。食べないでもらう。おどーす、おどーす、あな。はい、じゃあ、いただきます。いただきまして。おいしい。うまい、うまい。これ辛いの。ソース、ソースあるよ、向こうに。絶対ソース。そっち。全部静か。腹減って、とりあえず食う方に集中してる。動画流れますけど大丈夫ですか。ちゃんと本当に親に許可取ってきた。大丈夫よ。この3人の中で誰が一番頭いいの。おい、バカだろ。運動頭いいの俺だろ。って運動関係ねえだろ。で、この3人の中で一番モテるの。わかんない。わかんない。誰。わかんない。しーって言うなら誰。しーって言うなら誰だ。わかんないけど、みんな言ってくれない。俺ら気持ちだから。3人は普段仲いいの。うん、仲いいんだ。めちゃくちゃ仲いい。仲いいんだ。ハルミンはね、スプラでもね、たまに参加してくれてるよね。はい、視聴者だからね、一応。でもやべえよ、これ顔出ししてないじゃん、俺ら、親は。ああ。だからバレちゃったよ、顔が。パパとママの。そう、パパとママの顔バレちゃったじゃん。じゃあ見てどう思った。ん、見てどう思った。ん、ママはどう思った。ママどう思った。ママ。いや、もう遠慮とかなくていい。なし。どう思った。いや、お父さんは意外だった。なんか意外。どう意外。身長ちびそうだった。俺ちびそうだった。うん、イメージでは。あ、イメージではね。あったらでかかったと思った。ハルルは。お父さんは、普通に、イケメンだった。あああばー。ママはちょっとわかんない。え、ハルミ冬休み泊まりくんの。うん、泊まりたい。トモもくんの。じゃあおいで、冬休み。一週間寝るところないよ、多分。え、寝るところマリオちゃんとベランダあるから。あったかい格好してこいよ、ベランダだから。はよっつったら返事ないと思うよ。そう、冷たいから。応答ない。また次の日送信だ。
それないよ。あ？俺ちょっとね。喉かいた？なんで？うん。蛇口ひねればいっぱい出てくるんじゃん。あとちなみに今日はプレゼントだから。あの出てくれたから。今回 YouTube 出てくれたから素晴らしいプレゼントだから。ちゃんと もらって帰ってね。ん？もらって帰ってね。プレゼントあるよ。ライガ知ってるの？ライガ知ってるよな。お前らもめちゃめちゃ喜ぶと思うよ。うん。めちゃめちゃ。お金。お金。お腹いっぱいなの。お腹いっぱいでした。いや無理して食べなくていいよ。後で食べるべきでした。誰おならしてんの？誰へこいてんの？さすが機関車トーマス。はい、じゃあごちそうさましてください。ごちそうさまでした。美味しかったですか？はい、はい、じゃあ早速ねプレゼントを渡したいと思います。じゃあね、まあ見えちゃうと面白くないから目隠ししてもらうね。じゃあゴーグル締めないで。ゴーグルで目隠し。ゴーグルで目隠し。見えんのかい？心の目で。じゃあライバーのプレゼントちょっと手伝ってよ。あ、分かった。スイッチってどっちのスイッチ？こっち。どっちだ？あ、こっちの？中に。ちょっと待ってね、もうちょっと待ってね。気持ちいい、気持ちいい。僕はちくわです。ライガーは？ライガーはない。え？そんな大きいの？うん。え？スイッチ。キノコノコノコ元気ノコ。二人とも同じもの？あ、同じものだと思う。お？ダンボールとスイッチ。ダンボールと。ダンボール意味ない。そういう感じ。ゴミをくれる的な。カメラの方向いてる感じね。お？そう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 ね。じゃあ今回は動画の撮影手伝っていただいてありがとうございます。はい、はい、じゃあプレゼントです。いいよ、開けて。開けていいよ。つえ。あ、うまく顔してるよ。これは？自分の顔見てみる？見てください。あの、お風呂入ってきてください。あ、そういうことね。そういうことそのために着替え、あの、持ってきてもらったんですよ。やばい。いってらっしゃい。鎖でいってらっしゃい。うーん、ガッツリ。いってらっしゃい。2人で入ってきてね。しかもお前らよく着ながらやってんだ。で、待って、ワイガイやりたい。プレイ始めんな。はい、お風呂入ってきてもらいました。はい、どうでしたプレゼント？いやー、なんか想定外だった。ということでね、こういうチャンネルなんで、うちは。あの、ご理解ください。ご理解。じゃあ今回ね、友情出演ということで、もしパイ投げがあまりにも気に入らなければ、あの、ここでご縁を切っていただいて大丈夫です。ライガとの。またね、機会があれば参加してください、ぜひ。はい。参加してくれる？はい。オッケー。じゃあ今回はこれで終わりまーす。また来週。嘘でしょ？おー。